そういう人です。お師匠ね。瀬尾氏の言葉が最後。不権破壊在根人というは、諸々の戒を破り、罪深き人を嫌わずとなり、この世は初めに表せる。まあ、このことについては、初めにまた述べたことでもあります。これは、まあ、有心証文院のね、初めの、ちょっとこの有心証文院のちょっと前にも、このことは出ておりましたけれども、まあ、不権破壊在根人、不権というのは、これは選ばない、ね、選ばないということ、ね、選ばないということは、同じ選ばないというのもね、選び捨てることがない。な同じ、選ぶでも、この字を書くときは大体、選び捨てる、ね。選び取る。選び取るという場合は、普通のものを選ぶのね、選択するのを選ぶを書く場合は、まあ、選び取る。悪いものの中からいいものを選び取るという場合は、普通、選択する線を。書くためです。こっちの不権、この字を書くときね、この字を書くときは同じ選ぶんでも選び捨てることがない。選び捨てることがない。破壊在根、ね、破壊在根です。罪の深いものを選び捨てることがないんだという意味になります。まあ、前にちょっと出たから次ちょっと申しておりますけども。まあ十悪五悪の悪人、横暴先代の罪人、そういうものを選び捨てることは ね結局十悪五悪横暴先代、まあ仏教で説きますね、仏教で説きます最も罪の深いもの、そういうものを、510話で応募をしてみたまあ、仏教で説かれる最も罪の深いものですね。五逆十字は方法を信じない。そういうものであろうとも、ね、選び捨てることがね。まあ、だからまあ、まあ、破壊師というのは仏教の場合はね、まあ、いろんな怪物、在家信者であろうが、出家信者はもちろんのこと、在家信者の場合でもいろんな怪物がね、仏教となるこういうことを守らねえなんという、戒律が、まあ、古くからありましたから、まあ、特に今日の資料では破壊というのがね、破壊というのがまっすぐいろんな戒律を破るようなものであろうとも選び捨てることはない。それから在根人、まあ、罪、ね、罪の深いもの、これはまあ仏教で言うとのは、まあ、罪の深いものというのが五逆十悪方法先代ね。五逆というのは、まあ、父を殺し母を殺しアラカムを殺す、まあ、僧侶の僧侶だな、僧侶の身分の高いものがある感じますから、父を親を殺したり、徳のある坊さんを殺したりね、それから教団を目指すようなことをするというようなのが五逆だね。十悪というのはこれはまああれだな、いわゆる、貪欲、殺生、殺生、中等、そうだな、殺生、中等、邪淫というのも入ってるな、猛、不法、悪行、両絶、貪欲、心意、不死という、そういう、そういうのはまあ、とにかく仏教で悪と言われとる、そういう問題、ね、中は。
だから方々と言ったらこれは仏教悪口を言うのこの方々、ね、だから仏教の悪口を言うのはやっぱり悪いです。潜在寺のこれはもう全く善根のないもの、ね、全く善根のないもの。まあ親鸞聖人はご自分のことをね逆方を潜在とご自分のことを聖人はね、聖人はご自分のことをね、ご自分のことを逆方を潜在。まあ結局ご自分のことを、ね、人のことじゃなしに自分こそが最も罪深いとね、自分こそが最も罪深いという意味のことで逆を潜在と、逆を潜在という言い方をされておりますね。自分自身が最も罪の深い人間だとね、語逆ね、五役方々を潜在、ね、五役方々を潜在と、そういう、親を殺したりね、仏様から血を流すようなことやら、仏教の教団を目指すことやら、ね、方々って言ったらこれ仏法そのものを悪く言う、潜在と言ったらこれ全く善根がない、ね、善根の全くないものだ。まあ親鸞聖人はね、逆を潜在という言葉をよく使われておりますがね、まあ、ご自分がまさにそういうものだという意味合いを持っているわけですね。そして本日の言葉の引用はな、不見破壊在根に諸々の愛を破り、罪深き人を嫌わずとなる、この世は恥に表せり欲よこびです。まあ最初のところにもこのことを言いました、今言いましたようにね、ちょっと前の方にもこのことは述べておりました。そういう罪深いものを全く見捨てる、選び捨てることはないんじゃということをここでまあ重ねているというわけですね。でまあ何年も今までも出てきましたけど、浄土真宗のね教えの大きな特徴の中に、まあ、悪人正気というね、善人の持って王領と弱い悪人をやっている悪人正気ね、罪の深いものこそを救いの目当てにするという、まあああいう言い方はね世間で誤解されるような面もありますけどね、これはあくまでもこれは親鸞聖人という人がね深くご自分を見つめていかれてね、そしてその悪人というのが決して人のことを言うにはなしにね、自分こそが悪人である、ね、自分こそが逆を潜在のね最も罪深いものであるという、そういう思いの上で言われておるんだということをよくね認識する必要があると思いますし、これやっぱり人間というものはね突き詰めて言えばそれに行き当たると思いますがね、これも人にもいるかもしれない突き詰めて言えばねそれに行き当たるとまあ私は思うんですけどね、まあ世間でいろんな犯罪をね、凶悪的な犯罪が、まあ、最近特にありますけどね、まあ、ああいうことで人を殺すとか、それは自分が悪いと、まあ、世間が悪いとか人が悪いとかそう思うんでしょうけどね、しかしもそこのところで何かでねこう自分を深く見る機会があればね、まあ、人のことがどうこうという前に、まあ、自分もまさにそうだと、自分こそがということにね気づかされるんじゃないかと、まあ、私には思いますがね。はい、じゃあ大体時間が来ましたので、いつもならね、あとまあ30分ばかり質疑の時間を、まあ、設けています。まあこの